はいどうも佐々木です。今回はこちらマグバイトの2022年の新商品スタンの2インチと 1.6 インチでアジングをしていきたいと思います。見た目はこんな感じでシンプルなピンテール系のワームになっていますね。ただ断面が深円ではなくて楕円になっていて、ワームを横にしてジグヘッドにセットすることで水を受ける面が増すんでよりスローに誘えると。で縦にしてジグヘッドをセットすると水切れが良くなるんでキビキビしたアクションを演出できるそうです。あとこの部分が少しくびれているんでアジの口の中で折れ曲がりやすくなっているそうですね。もちろんマグバイトといえばのエビニンニクフォーミュラ配合となっています。はい、じゃあちょっとやっていきたいと思います。いや、いい天気ですな。いい天気ですか。暑いですね。時間帯は今4時ぐらいですね。なんでまだまだ活性とかはあんまり高くないんじゃないかなということで 1.6 インチを選びましたね。その前にフグに食われねえかちょっと心配なんですけど。あ、なんかだった。わあ、当たった。でも飲んねえ。味っぽいな今の。なんか持ってく感じ。あ、来てねえか。なーに、なんかめちゃくちゃいるっすね。マジでフグじゃねえよな。怖えな。あ、なんかフグではなさそうっすね。最近本当に豆アジしか釣れてないんで、なんかちょっといいサイズ釣りたいなと思うんですけどね。いいサイズって言っても別に20センチぐらいで十分なんですけど、そのレベルなんで。お、来た。結構でかいですね。アジかな。屋根にしまった。待つしかないですね。アジじゃねえ気がするんだけど。ほらな。よいしょ。キジハタくんですね。ほい。ちょっとジグヘッドを重くして沈めて釣りしてたんで、それで根魚釣れましたね。うい。よいしょ。サンキュー。いやいや、嬉しいゲストでしたね。なんか最初 1.5 使ってて、なんかちょっと当たりあったんで軽くしたらどうかなと思ったんですけど、全然ダメだったんで、逆にちょっと重くしてボトム付近というか、ちょっと沈めて使ってたらキジハタ釣れちゃいましたね。最初のあたりアジだと思うんですけどね。あれいねえかな。よいしょ。いや、これだからこれだからアジじゃねえんじゃねえかっていう話なんですけど。いや、でもなんかキラキラしてる。ティーだ、ティー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、サンキュー。いや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 、はい、タイでしたね。どんくらいですか。25ぐらいですかね。またまた嬉しいゲストくんって感じですね。うい、はい、ありがとう。お、
あー外れた。くそ、今のなんだろう、味っぽいかな。アジングむじアジングむずすぎますけど、オッケー、頼む、アジであってくれ、そしてバレないでくれ。あ、アジだ、痛い痛い痛い、よいしょ、豆だ、豆だけどアジやっと釣れた。はい、やっと釣れましたね。豆ですけどね、めちゃくちゃ苦労してあのサイズっていうのがビビりますよね。あー、ここいるわ。はい、よしよし、あー最悪出たよ。いやー、優雅に泳いでいきましたね。はい、ちょっと一番最初の場所に戻ってきましたね。ここは釣れてなかったですけど、さりげに当たりもあったんで、ちょっと日が沈んでくればチャンスもあるんじゃねえかという、そういう目論みですね。だからまたこれアジじゃねえじゃん。今度は何だろうな。うわ、メバルだ。うわ、しかも全然ちっちゃいし、めちゃくちゃでかそうな雰囲気かもし出してましたけどね。よいしょ、はい、よいしょ、来た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 。これアジっぽくないですか。ラジっぽいな。よし、アジだ。オッケー。なんか比較的上の棚でちょっと当たりあったんで、まあ、軽いジグやったのがいいのかなと思ってジグヘッド軽くしたんですけど、むしろなんか当たりなくなっちゃって、今逆にちょっと重くしたんですけど、こっちの方がなんか反応いいっすね。なんかマズメ時はなんかガシガシ飛ばした方が釣れるっていう話なんで、そういうパターンなんですかね。よし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 、オッケー、はい、やっぱ明らかになんかガシガシ動かした方が反応いいっすね。よいしょ、まあ、サイズは相変わらずなんですけどね。よいしょ、なんかガシガシ動かした方が良さそうなんで、ワームをあのなんだろう、縦にして刺すやり方でやってますね。なんか地味に便利ですね、こういう使い分けができるっていうのは。少しフォールを遅らせたい時は横にしてっていう感じですもんね。意外と使い勝手いいですけどね。今のなんて全然よく分かんなかった。よいしょ、はい、
はい、皆さんお疲れ様です。今回はこの、マグバイトの2022年の新商品ですね。スタンの 1.6 インチと2インチで、アジングしてきたんですけど、まあ、相変わらず豆味ばっかだったんですけど、思い起こせば、キジハタ釣れて、タイ釣れて、メバルも釣れたんで、もう非常に贅沢な兆候でしたね。でワームもシンプルなピンテル系のワームなんで、まあ、非常に使いやすいですし、まあ、そのワームのフックの刺し方ですね、フックの刺し方でちょっとダートが得意だったりフォールが得意だったりっていう感じになるんで、そういうところも微妙に変化つけれて非常に使いやすいワームだなと思いましたね。これちょっとでかそうじゃね、違うかな。はい、そんなこともないと。あ、でもちょっといいか。はい、という感じで、まあ、問題なく釣れるいいワームっていう感じですね。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。